5月26日はファン感謝デー、吉田サッカー公園でお待ちしてます。サバはこれはどのくらいの、サバそのまま入ってるんですかね。あ、一口サイズのサバ、サイズですね。これはサバ2個にも ついてるんですね。シャが入ってください、セットで、はい。じゃあまずトマトかな。おいしい、おいしいよ。うん、合いますね。うん、パンとも相性いいです。そんなうまいこといかないでしょって思うかもしれないですけど、合います。うん、美味しいです。はい、美味しい、本当に美味しい、本当に美味しいです。全部食べちゃおう。うん、うまい。税込み4ドル。これは一体上は天かすと、天かすとそうですね、キャベツと、そうですね、牛肉、あとはまあ少し好みでちょっとね、紅生姜もあって、まあ、王道ですね、焼きそば。王道ですね。まあお祭りといったらね、焼きそばが食べたくなるんで、今回はもう選手が作ってくれるので味の方は保証はできませんけれども珍しさで言えばね、かなり、ね、かまあ意外にめちゃめちゃうまい選手もいるかもしれないし、こいつ味音痴だなっていうのもいたりするので、はい、その辺も楽しんでもらえたらいいかなと思います。じゃあいただきます、はい。うん、間違いない、もう皆さんの想像通りの美味しい焼きそばです。これ一体この日はいくらで出るんでしょう。この日は500円で販売する予定です、はい。あ、でも選手が、まあ、選手が作るんでね、これ500円が高いのか安いのか